だから俺何にしカットカットでごめんなさいカットでこれだけ本当にうえみたいなマジであのめちゃめちゃ濃いモザイクをかけてほしい。そうですね、ちょっと各々楽屋が汚いぐらいですかね。もう髪の毛巻き込んだらおはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さん今日綺麗にされてどうしたんですか。いつもはい、いつもこんな綺麗な感じで、やだ。さっき汚いから入んないでって言われた気がするんですけど、昨日夢見てたんじゃない？一瞬。夢うん、夢見てた。でもなんか入るって聞いてたからちょっと片付けました机。今日はあれです、抜き打ちじゃないので、ただまあちょっと汚いかもしれないです。まあまあ常識範囲の汚さです。あのよくマネージャーさんからも怒られるのが。さくらの周りは汚いってお叱りを受けるのでほどほどにぼかしていただき動かしていく。意外とみんな緊張してないんですね。黄色あもう食べてるところはもう多分ファンの皆さん見たいと思うので見てください。あなた今日のご飯は何だろう。ジョジョ園ジョジョ園。私たち基本こうやって一日ライブの時ご飯出るんですけど、やっぱジョジョ園の弁当とかと下が超えてるんです。スキーが飛ぶこんなの食べれない。マックの芋は芋じゃないとか言う人いるよね。そうなんだよね。嘘です嘘です。いい子たちです。土でも食べます。何でも美味しいって言います。何でも食べます。土うまこれ以上しゃばってくれたら本当に食べた。ジョエンさんの唐揚げのお弁当いただきました。ありがとうございます。皆さんのおかげです本当に。ありがとうございます。みんな大好き唐揚げ。ぐぬぬぬぬぬ。まだ食べてないと思うけど。ドライヤー使ってたんだね。じゃあクイージ貼ってるから。お腹空きすぎて急いでクイージクイージだから恥ずかしい。ご飯中はみんな静かな。ご飯は結構みんな静かに食べますよ。あ、そう。はしたないじゃないですか、そんな食べながら。怖いよ。そこやっぱアイドルらしく。アイドルですから私たち。アイドルですから私たち。ご飯食べましたか。まだ食べてないです。なんか私ご飯ライブ前食べるとちょっとあれな気がして、うえみたいな。ライブ前は基本食べなくて、ライブ終わっても基本食べないんで、お家帰る前食べないんで、朝食なんであんま食べないんですよ。でも昨日立花みなみステーキ 300g 食べてました。お肉は食べれるタイプ。ステーキはステーキ 400g ぐらいまでは食べれる。ステーキ好きなんです。めちゃくちゃ脂身が少ない。この時 400g 食べてたらしい。めっちゃ食べてました。ステーキしか食べたくなかった。朝食なんで私食べても太らないです。でも普段朝食なんですだそう。今めちゃくちゃそれだとやばい。黄色ジェニーか遅れるのこれ。ひげ入っちゃった。ごめんごめんごめん。チーの触覚でひげ入った。余裕ある子いたらさ、配信待ってる人がいるからちょっと開演遅れちゃうっていうのをツイートしてくれると大変ありがたい。開演が押してるみたいです。すみますみませんたわけすみませんたわけセンターがいい。絞り出してもそれかよ。間違えてた。開演が押してしまってしまってやばい。開演がめちゃめちゃ間違えました。開演が押してしまってしまっているみたいな。しかも漢字も間違えた。やばいやばい。それも黄色
今日はアロナミン C 飲むんですか？飲みます？ダリバイ持ってきてる。これは夜飲もうと思って、昼終わってちょっと元気補給しないと。だからオロナミン C なんだ。いやだって元気はつらつだからオロナミン C CM 待ってまーす。スキードあるやだ。おお何の曲だやだ決めとこうじゃん。ビジュアルだ。染めました染めました。めちゃくちゃ赤いですね。あのちょっと赤くしてまして目立つかなと思って。このぐらいでいいや。ちょっとリハーサルやだ。めっちゃ近い。やだ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 。暗いから。えじゃあ一瞬ですよ。一瞬これだけは本当に使いたいと思った素材を使えばいいと思います。そうっすね。編集する方がそういうことっすね。信じてますよ。おもろい。エヴァランドやってた。かわいい。神々しい。なんか神々しい光が。これさ、はい、髪めっちゃ綺麗。あ、ね、光当たってるとすごい赤。すごい赤。真っ赤。ほんと、うん、アリエル、アリエル。めっちゃ隠す。マジでアリエル。顔全然作れてないから隠す。完璧歩いて、青い走って。アリエルだ。黄色。頑張るドン。やった！頑張るドン。どうぞ意気込みを。頑張るか。どんどんかじゃん。え、じゃないの？ダメそう。なんでミックさんだけ私服なの？ね、なんか着替えるのめんどくさいで、いつもだいたいリハは私は私服でやってます。そうなんですか。私こんなに私服でやったら脇破れたんでもうやりません。めっちゃない。おはようございます。ちばらちゃんにもらったお洋服。マジで？はい、カンプレです。かわいい。撮りますよ。黄色。ねえリホね、このカメラで進化的に撮ってよ。いいですね。こうやって持ってた。ずっとこれマイク。すごい。うちで何もかもうまくいかなくても明日は何か変わるかもしれないよ。え、すごい。なんで当たり前じゃんね。覚えろよ。え、聞いて。これさ、熊本弁で言うとね、ちょっと言ってみて。ダメダメな毎日で何もかもうまくいかなくても明日は何か変わるかもしれんばい。おお。なんで聞いてもらうの。ゆらりそらや。あ、そうだ、ゆらりそらめっちゃ面白い。熊本弁。二人は包んだ季節の瞬間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 。みくちゃん、今日来てくれた人に向かって一言どうぞ。大好き。とても良い。とても良い。じゃあカノンちゃんもいいです、いいです。いや、カノンちゃんいいっていいね。ー、ちょっと貸してよ。ちょっと貸してよ。カノンちゃんもあ、いいですね。いいですね。タオルいいですね。買おうね。カルナ。じゃあ今日来てくれた人に向かって一言お願いします。ダオダオ。俺のダオダオバカにすんな。ダオダオ。
そんなんじゃないです。もっと可愛いです、ダオダオ。じゃあお手本見してもらおうかな。じゃん、ダオダオの先輩本家、南レホさんでーす。今日だけ特別だぞ。え、カノンだろう。うん。なんやし。あれ？かわいいムキちゃん。あ、ごめんね。ごめんごめんごめん。一緒。なんか泣かないでー。一緒やらない。やって。ごめんごめん。本当にごめんないんだけど。悲しくなってきちゃった。できちゃった。わかり、他泣き。いや、待って、そんなことは言ったことないです。ガチでそれは言ったことない。いや、待って、ごめんね。いや、ちっちゃい。やってほしい、やっぱり。じゃあ、これを見てくれてる人に。うん。タオ、タオ。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします、ダオー。